けです、はい、皆様こんにちは。こんにちは、はい、今回で第4部ということになりますけども、うんうん、いよいよですねアガスティアの歯の開き方をね、うんうん、の師匠になります。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速ですね、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまずね、なんで開き方を、皆さんにお伝えしたいかっていうところで、やっぱりなんか結構結婚とかね、はい、病気とか、そこを早く開きたいって思う方いると思うんですよ、うん、そうだし、あとはその第一章しか開いてないっていうね、第一章である程度大まかなことは聞けるんだけど、うん、やっぱりその今まで私も3回開いてて、第一章だけってだったら開かない方がいいってね、何回も言ってると思うんですけど、うん、やっぱ開き方があるんですよ、アガスティアがどういう風に、はい、そうで第一章をだけ開いて、例えばその結婚のことをね開いたとしても、カルマの解消してないと、うん、書いてある内容がもうカルマの影響を受ける、うん、その結婚のことになっちゃうんですよ、はい、うん、だから、うん、そう急がないで、そこはもう開かない方がいいんですよ。だ第一章開いたらまずは13、14、ここ開くだけじゃなくてカルマの解消をお守りまでやるっていうのが、まずこの開き方のセットだよね、うん、ここがすごい重要なんですよ、うん、その後にあれですよね、その後に結婚のことを気になる人は第7章を開いたりとか、あと仕事とかで気になる人とかは10章を開いたりとか、本当にいろいろね、財産のこととかね、お母さんのこと、子供のことってこう1からね何章何章とあるんですよね、うん、そうそうそう、どうですか、ランデさん。そうですね、まあ最初はちょっとね、まあそういう話が聞いてもらって、まあカルマ解消してからまたね、まあ7章はね結婚ですよね、また結婚だけのために葉っぱがあります、ガダムがありますね、チャプターがありますね、それは7番ですね、それだけ開いてもらうと結婚だけの細かい話が出てきますね、そう、まあそれカルマを解消していくからですね、と同じ感じで、まあまたね10番ですね、何かそういう再婚とかね、再婚の層がありますね、また離婚してまた再婚できるかできないかね、もっとそれのまた細かい話がねそういう層に書いてますよ。でも最終的な入り口で、まあちょっとそういうねまとめての話が分かるんですね、それで分かって13と14はね、またカルマを解消してからまた次のチャプターに入りますね、はそれも3ヶ月とか半年後後で、ね、それは先生から言われますね、そういう感じですよ。まずじゃあ第一章ってどういうものが書いてあるかちょっとね。第一章はちょっとね、一般のものですね、ジェネラル、ジェネラルチャプターですよね、それはね、生まれてから死ぬまでの、本でいうと目次の章みたいな、目次みたいな感じ、ね、生まれてから死ぬまでの何歳かにこんなこと、うん、そう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 、こういうことが起きましたが、こうなりますみたいな感じの大まかなところ、そうそうそういう感じですね、大体、みんなその第一章はそんな感じじゃないですか、みんなそう、第一章はね、そうですね、これかね、今世はどうなるかね、そういうことは書いてますよ、例えば今30歳なら31歳から32歳とかね、どうなるとか、33歳とか34歳はどうなるかね、そういう話が2年間とか4年間とかね、話が出てきますね、それ死ぬまでの話もあるし、あとお客様のまた途中でね、また葉っぱを探しに来てとか、そういう話もありますね、それはお客様の葉っぱによって違いますね、例えば今20代の方ならまた60歳とかね、またこの葉っぱを探しに来てくださいとかね、そういうカルマを解消してからね、そういう話があります。ああなるほどなるほど、大体じゃあ第一章は大まかな、まあ、私もね3回開いてると大体2回は本当に第一章大まかなところがあって、で、じゃあね先ほど書いてる、まあ、13章14章はどのようなものが、ね、あるかっていうところで、どんな感じだっけ。13はね、何かお客様のカルマの話、カルマどうやって解消するかね、例えば病気はがんになりますよ、がんは手術で治すか、薬を飲んで治すかね、そういうと同じ感じで、カルマはどうやって治すかね、そういう救済策のことはね、13で書いてますよ。14はね、何かマントラとかね、まあそのマントラを使ったりとかね、まあ自分でね、日本でも使える感じね、でもカルマを解消してからそのマントラがね、入りますね、それもお客様によって変わりますよ、何かお客様はマントラをいただく人もいるし、ない人もいるんですね、そうそう、そういう感じで13と14があります、13章が過去世からのカルマ、宿命や因果とその救済法になるみたいですね、そうそうそう、で
14が過去の罪や他者の悪影響から守るお守りや呪文、うん、あマントラですね。マントラですね、うん、そうそう。なんか五分みたいな、そっちの友達が14章お金あったって頼んだ子がいて、うん、あのお守りとかの五分みたいのが送られてきて、うん、それをまたお家に飾って、うん、どういう風にやってくださいみたいな方法があったと思う。お守りは一番大事だからね、うん、カルマを回収してからお守りもちゃんとうちに届いて、うん、そのお守りはちゃんとうちでね、うん、ちゃんとまあ神棚とかに置いて、神棚でいいんだ。そう、うん、神棚、まあインド人はちゃんとそういうものは自分の神棚ね、うん、まあ、置いとくから、うん、それは毎日見るのがいいでしょう。なんかインド人の方はね、毎日朝起きてからね、黙、うん、浴してから、うん、もうちゃんとそれ祈りするから、うん、祈りするときは全ての神様を見るでしょ、うん、シーバーシン、ビスノシン、うん、あのガニサ、ラプチミ、全て見るでしょ、うん、同じ感じでお守りも見ますね、うん、お守りで何か神様を守ってくるんですよ、うん、ネガティブなことがなくしてポジティブなことが入れてもらうんですよ、うん、そういうときはみんなインド人はまあ見てますよ、キコさんインドに住んでるからちょっとインド人はそういう感じで、ね、赤いとか、あ、つけたりとかね、白とかね、つけたりとかもしますね、うん、それもお守りと一つですね。まあそういう感じのお守りとかもあるし、まあ、お寺からもらうやつだけどね。そうそうそう。それはお客様と違いますね、それはね。うん、まあそれはあること、私はそのインドのルールがやっぱ日本の人難しいこともあるじゃないですか、これやんなくちゃ。もうね、私はね、その古いやつ、古いインドのやつがね嫌いでね、何が嫌だかっていうとインド式なんですよ、全てが。だから朝のお尻洗わない、はい、どうぞ。何です、何言うの、なんだっけ、さっきね、今ね、あの途中でね切れて、私が神様にあんなことできねえよみたいな、そうしばしが怒ったね。そうそうそう、なんかね、あれインドの神様ちょっとパワフルだからね、パワフルだけど、そうエネルギーがあるから、ちょっとね、そういうこと言っちゃダメだよ、大丈夫ですよ。逆にすいません、破壊の神様だからね。そうだね、ごめんなさい、ごめんなさいね、そういうことしない方がいいですね。すいません、怒られちゃった。さっきはどこだったんですか、話が。あ、古いってやり方が、そう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 、古い、うん、とそうですよね、まあインドではやり方はね、ポジャーの後はね、うん、お祈りの後はちょっとお守りを守るのこともすごくね、うん、大事、うん、大事ですよ。それはインド人としてはね、うん、考え方ですけど、うん、何かお坊さんが言われたことちゃんと守った方がいいですね、うんうんうん、何かこういう日はちょっと魚食べない方がいいとかね、肉食べない、うん、肉食べない方がいいとかね、うんうん、だから火曜日、例えばランジャンがね、火曜日、木曜日、土曜日はね、増してるんですよ。それ以外はまあ、ニコちゃんと食べてますね。うん、そうそう、うん。同じ感じで、何か、こういうことはしない方がいいとかね、うん、毎日朝日見るとか、いい方がいいとか、うん、そうそう、朝日の。私また太陽に。そうそう、うん、朝日見たり、うん、朝日見たりとか、何か、うん、お牛さんとかに何か前世の時は誰かね、うん、お牛さんと仲があまり良くないから、その人たちのためにだ、今世はちゃんとお牛さんに餌、消えたりとかね、お世話してたり。難しいね、だから、ね、どこに牛いんだから、日本では牛がない。日本では牛がない場合は、まあ、代行でね。代行それ代行で、こちらでやってますよ。そうそう。あ、そうなんだ、そうそう。インドで牛で出してくれた。それ代行でやって、あと本当に餌が出してるか出してないかね、そのためにちゃんと動画を撮って、写真を撮って、お客様のメールとかで送ってますよ。うん、そうするとみんな信頼で、あ、ちゃんと私の代わりに、うん、まあこの方はね、うん、あの、ちゃんと餌出したよとかね、うん、それでもちゃんとポジティブなことが入っていきますよ。うん、あとは何か、あの、貧しい人とかね、貧乏人にちゃんと服くれたりとか、うん、何ご飯くれたりとか、うん、あと、前世はいっぱいね、女性と遊んだね、うん、いっぱい彼女持ってる方はね、今世はちゃんと、うん、まあ結婚できない人はね、うん、じゃあ今世は何か独身の方にね、うん、独身の女性に服とかご飯とか ね、あの寄付するとかね、うん、そういうことも言われてますよ。その時も代行だよ、うん。もし日本ではできたら日本でもいいですね。それは書いてないですよ。うん、日本だけでやるとかインドだけでは書いてないけど、うん、もし日本ではそういう人を探すのが大変ですよ。難しいですね。うんうん、そうそう。あと、インドはちょっと人口が多いから、じゃあ、どこでもね、そういう方が、すごく簡単で見つかるから、うんうん、そういう人たちにちょっとね、あの、インドの服がね、ちゃんと寄付して、写真を撮って、うん、じゃあ、しましたよ、とかね、そういう感じ、うんうん。それも値段がね、インドプライスだから、それ高くないですよ。うん、例えば、一人のために1000ルピーは自分ですね。1000ルピー、1500ルピーで、服も買えるし、ご飯もくるでしょ。だからプライスもレジネーブルで取ってますよ。うん、そんなにね、うん、あの、一人の寄付のために1万とか2万取ってないですよ。うん、それは2、3000円とか、うん、2、3000円とかね、一人ですね。
それでできますね。あと写真も送ってるからそれは信頼もできます、うん、私もそうそう15年前のカルマの会社の時に、うん、なんか恵まれない子供たちにフリーミングってご飯をなんか50人に振る舞ってくださいというのが、その50食もご飯となるとすごい金額かかっちゃうと思いますが、うん、1食本当そんな金額しないんですよね、うんうんうん、3万円ぐらいやったら100人ぐらいの子供に普段食べれないレベルのすごく豪華なものを100食、うん、3万円で100食、うん、準備できて、それはあれカルマの会社のやつかな。カルマの時は会社の時もあったの50食、うん、その時にそのフリーミールって子供たちにご飯あげたのがすごく良かったから、うん、その後、うん、あのインドの中でちょっとこれアガスティアじゃないけど風習を後から知って、うん、自分が誕生日の時、うん、バースデーミールっていうんだけど、うん、自分が誕生日の時に、うんうん、普通誕生日だと私がプレゼントもらう日じゃない、うんうんうん、じゃなくて反対に恵まれない子にそのフリーミールでご飯をするのがいいって言われて、うんうんうん、私自分の誕生日来るたびに3万円入れて100人分のご飯をね、うん、あやってるんですね。でやってたんですよ。それも代行してくれてたの、うん、やっぱやると全然違ってた。やっぱ食べてるとことか写真全部送ってくれて、テラスは高子とか感じでお鍋でみんながこうなったの。うんうん、インドの人でも誕生日の時に人に振る舞いますよね、うん、誕生日に、うんうん、誕生日の時は自分で使うお金よりはちょっとね、うん、そういうとかで、うん、人にプレゼントあげるぐらい、プレゼントあげるとか、そうそうそう、みんなのお世話するとかご飯くれるとか、それは逆にいいこと入ってくるでしょ、うんうん、本当にそう、うん、さあだからバースデーミールは本当にね、うん、カルマの会社で初めてそのお食事を振る舞うっていうのをやって、うん、すごく良かったなって体感があったので、うん、カルマの会社終わった後だけど、うん、お誕生日来た時にバースデーミールはその後何年かやったんだよね、うんうん、それは本当素晴らしい、うん、すごいと思う。私今回のカルマの会社で、うん、今年の誕生日に108人の人にご飯を振る舞うっていうか、うん、カルマの会社の、うん、だから誕生日の時やらないとなっていうのは思ってて、うんうん、そうで今の、まあ、お話の中で、はい、まあ、そのなんだっけカルマの解消とかだと、まあ、一時になるわけじゃない、うん、でもお守りの、なんだっけお守りを作った後になんかやり続けるみたいな、あんまりそういう風にはならない感じだから、お守りが過ぎてからちゃんとそれは頑張った方がいいですね、うん、もし日本、うん、何か日本ではね、うん、そういうコーナーが届いたら、うんうん、まあ、インド人はコーナーは流せないでしょ、うんうん、まあ、インド人の方はね、うん、そういうコーナーは大事に自分の神棚とかそこやって、うん、まあ、置いといてね、置いて、うん、まあ、何かいいことするときはね、うん、まあ、例えば仕事ね、新しい仕事に行くとか、うん、あの移動するとか、うん、彼女と初めて会うとか、うん、まあ、その時はそのコーナーはねちゃんと、まあ、ここに使うんですよね、うん、でも日本ではこういうこと使って仕事の方がねちょっとね、うん、あのエンジンだから、うん、もしそこは難しいならちょっと、うん、あの耳の裏とかでね、うん、それは見えないところで、ね、うん、ここでとかね、そういうところで透けて行ってもいいですね、うん、ちゃんと絶対それはやってた方がいいですよ、うん、そうそう、そういう感じですね、そういう感じでね、うん、まあ、でもそんなに あのあれもやんなくちゃこれもやんなくちゃみたいな、うん、お守りの後にそういう感じではないないですよね、ま、それはいいですね、うん、ちょっとマントラみたい感じがあるんですけど、うん、マントラはね、うん、マントラとかね、まあ、その人のマントラ教えてくれたりとか、ああ、それはいいですね、その人のマントラとか、うん、まあ、たまにね朝日みたいとか、それ簡単なやつがね、うん、いっぱいありますよ、はいはい、日本でもできるやつですね、うんうんうん、それぐらいはいいですよね、なんかやっぱり私があのすごく懸念してるのは、私のね、やっぱりちょっと他の葉っぱを開いた時に、あのやることが多くて、あれやんなくちゃいけない、これだから例えばその何お料理作る前にお風呂に入るとか、まあ、家入る前に足洗って手洗ってとか、でまあそのなんていうのかな、こういう葉っぱ開いてる時って落ち込んでるわけじゃない、うん、だけどやっちゃいけないことがあれもこれもダメで、でこれやったら大変になるとか、これやったら、うんうん、だからその守んなくちゃいけないって言われて、でそれを守れてない自分を責めたり、うん、日本人の人真面目だから、うん、そう、でもやっぱりインドでは守れるんだけど、日本のやっぱね、わかるよね、うん、そうで、あのアガスティアっていうのは本当にすごいなと思うのは、多分ね、他の葉っぱもっとちょっと、あの、昔風というか、うん、インドじゃないと守れない感じのルールがたくさん、もう、うん、もうこれでもかみたいな、20個ぐらい私たちがやんなくちゃいけないことがあったりすると思うんですけど、うん、アガスティアはもっと洗練されてるので、うん、それが本当最小限で、これだけやっとけばいいよみたいなところを教えてくれる、まあ、洗練されてるなっていう感じ。うんうんだと思うんですよね。そう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 。みんなもね、できるんじゃないかと思います。はい。はい。
はい、大事なとこでしたね、うん、そのやっぱり風習っていうのはどうしても違うんで環境違うんで、うん、まあ、パクさん言うようにできることとしにくいこととありますよね、うん、そうなんだ、それが日本でもバッチリできて、うん、そこでまたね、うん、皆さんの死にたっていうのもね、これがめちゃめちゃのポイントだったと思いますね、うんうん、そうなんですよ、それに向けてまたね、うん、今後発信でそこを明らかにしていってもらうと皆さんがしやすくなると思いますので、うん、よろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ナマステ、ダンニャワ。ダンニャワ、サンキュー。ありがとうございます。